今回は竹岡式ラーメンを健康バラエティ俳優圭一が食べに行きます。用意スタート。どうも、健康バラエティ俳優の圭一です。よろしくお願いします。今日は中目黒ベースじゃございません、千葉のですね、ゴルフ場に来ておりまして、ここの竹岡式のラーメンがもうすごい美味しいとですね評判でございまして、もう調べたらすぐ出てくると思います。どんなラーメンかこちらでございます。見てください。見えますかね。難しい。初めて食レポでございます。圭一さんありがとうございます。こちらのですねラーメンも匂いもすごい。ハンライスもつけちゃいました。こちらの竹岡式のラーメンをですね私食しますんで、それでは行ってみましょう。さあ、すいません、なんでしょうね、この、はい、こんな感じですかね。すいません、じゃあこちらいただきます。竹岡式の、汁ごちそう。見えますかね。見えないか。 これなら見えるか。これどうですか。じゃあいただきます。初のですね食レポでございますんで楽しみですよ。今日は朝いろいろありましたからね。はい、駐車場に車を止めてですね、来たらですね家に鍵を忘れてですね、今便利だから鍵がなくても車は動くんですよ。で1時間ぐらいかけた先で車の鍵を家に忘れたことに気づいて取りに帰るという。いただきます。醤油ベースなんですけども、もうこの油、チャーシューの油も最高ですし、麺のこの細さも最高、もう硬さも最高ですし、熱々ですよ。そりゃそうです。おいしい。チャーシューうまっ。チャーシューうまっ。このチャーシューが4枚も入ってますよ。これ普通4枚入ってませんよ。うまっ、うまっ、マジでうまい。ネギもこう 細切りのネギで、ほうれん草も入ってまして、この麺とですね絶妙にこの油もあるし、チャーシューの油も出てるし、おいしい。ご飯も進む味ですよ、これは。で卵も、うわ、半熟の感じとかすごい美味しい。ご飯に合う。マジでうまいよ、これね。おいしいです。うまっ。これはですね、一緒に来た方もおすすめのラーメンで、ドライバー仲間のね方からのおすすめでもあって、今一緒に食べてるんですけど、おいしいおいしいって食べてます。いや本当おいしい。何回目これ食べたの。もう3回目ぐらい。すごいね。ゴルフ回ってる人もこれ食べに来るぐらい。なるほどね。ゴルフ場に来る人なんか食通の人が多いじゃないですか。それがこのラーメンを食べたさにゴルフ場に来るっていうぐらいの一品、竹岡式のラーメン、美味しい。本当に美味しい。なんか汁が変わってるよね。本当醤油ですよね。本当こんにちは。
すいません、ごめんなさい。ちょっとラーメンの動画を少し撮ってて。すいません。いや、こちらこそすいません。うまっ。いや、ほんとこれ頼んでよかった。自体があんま、うん、この辺しかないんですよ、うん、初めて聞いたもん、竹岡式自体もともと両親のラーメンだった。うーん、やっぱここのラーメン有名ですか。いやー、私よくわかんないです。ラーメンあるんですか。そう、メニューにはないんですけど、あのラーメンは向こうのメニューにあって、頼むと持ってきてくれるんです。そうなんですか。ラーメン食った方がいいですよ。めっちゃうまい。うまいっすよ。いや、本当に、はい、本当に美味しい。僕も今日初めて聞いて、うん、で食べたんですけど、すっごい美味しい。前はとんかつ食べたんですけど、ラーメンの方が全然美味しい。結構なんか回ってる人たちもラーメン食ってる。で、ライスもあの半ライスというか、ご飯も頼めるよね。あ、そうですか。もし今度よかったら。お願いします。ごめんなさい、すみません。私、4日間ダイエットしてまして、豆腐と納豆とかしか食べてなかったのね。これが初でよかったよ。炭水化物。よかったですね。うん。本当は、今日もあの炭水化物は抜こうとしてたのに、もうクマちゃんがラーメン食え、ラーメン食えって言うの。炭水化物の炭水化物じゃなくてライスの。なんか胃がびっくりしてるよ、急に。すごい食べたの。これはもうペロリン茶ですよ。ちょっとこう、僕あの4日ぶりにあの炭水化物食べたんで、ずっとあの野菜とかしか食べてなかったんで、胃がびっくりしてます。汁の方はちょっと飲めないかもしれないですけど、具だけはね、でも美味しい。美味しいですね。うん、うん、また思い出すよね、あの味食べたいっていう。やっぱ先輩ドライバーとさ、いろいろ聞くともう本当ためになりますわ。いや、こちらこそ。もっと私もですね、この美味しさをよりよく伝えられるようにですね、コメントの方もうまくなっていますので、ぜひ見てください。また素晴らしい幻のラーメンなのか、とんかつなのか、とんかつも好きですね。幻のとんかつなんかね、ちょっと調べてみたりして。あと何がある？あとチキン南蛮とかね。私宮崎ですから、チキン南蛮にはうるさいですよ。唐揚げも美味しいです。鶏ですからね、唐揚げとかいいね。他にはなんかある？あ、オムライスとかね。あとなんだ、うどんとか。うん、うん、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。自然の恵みに感謝。それではですね、また、次の動画でお会いしましょう。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。クマちゃんがですね、この目の前にいるクマちゃん全然チャンネル登録してくれないんですよ。キイチさん、やりますかやりますかねって全然やってくれないんです。
それもですね、目標にしますんで、私よろしくお願いします。それではまた来週次の動画で会いましょう。失礼します。あ、こんなところにこんなラーメンがみたいなコメントもですねいただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。それでは中目黒ベースの健康バラエティ俳優ケイチがお送りしました。どう？今回の竹岡式ラーメン本当に美味しくいただきました。ありがとうございます。また食レポも行きたいと思います。コメントよろしくお願いします。そしてチャンネル登録もよろしくお願いいたします。健康バラエティ俳優ケイチがいろいろなところに、楽しい映像を撮りに行きますので、今後ともどうぞよろしくお願いします。おしまい。